こんにちは、ペガちゃんです。はい、皆さんこんにちは、レイタマです。はい、スーパーマリオメーカー、スピードラン対決やっていきたいと思います。はい。ルールが死んだ回数が少ない方が勝ち、クリアするまでに、はい、ということで、はい、まあ、やっていきたいと思います。自信のほどはいかがでしょうか。まあ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 余裕じゃないですかね。はい、今回は。余裕って何。余裕って生放送とかね、まあ、見た限りだとね、まあ、勝利はまあ確実だと思いますよ。まあ、うるさいうるさいうるさい。あのね、同じ初心者でもまあ格が違うんでね。はい。俺さ、だからそう、なんでさ今回勝負挑むことになったっていう、かね、まあその、まあ、俺の動画の1時間後にレイタマさんの動画が出たんですよ。そしたらそこにちょっと前に見た人の動画が全然ひどかったからみたいなこといっぱい、俺に対する悪口がいっぱい書いてあって、これは許せないなと思って、これ格の違いをもう、うん、視聴者にやっぱ分からせないといけないなと思って。ああ、はいはい、そうそうそう。ってことで今回勝負を挑みました。今まで挑戦したコースの中で一番難しいよね、多分スピードランの中では。まあそうなるかな。まあ、うん、そうだよね。チラッチラッとなんかむずいのやってるけど、やっぱもうちょっとね、ちょっと簡単なやつから、まあ、動画でやるには一番難しいかな、うん、だよね。ということで、うん、とりあえずどうなるか分かりませんけども正々堂々とやっていきたい。まあ俺も知らないしね、コースも、うん、そう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 、俺も知らないし、はい、本当に何も知らない状態でやっていきたいと思います、はい、それではスタート。はい、ということで、今回ですね、こちらみんな楽しめる超爽快60セカンドスピードラン、クリア率 3.67% やっていきたいと思います。いや、これはね、もう俺楽勝できると思うわ、本当に。で、死んだ回数はもちろんね、手元の、はい、カウンターアプリ、こんな感じのアプリでちょっとね、計測していきたいと思います。それではいきますよ、スタートします。うん、なるべく死ぬにしても何か手がかりを得た上で死にたいよね。いきます。これちょ待って、よし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 、ちょ待って、ちょ待って、え、あ、ちょ待って、よしよしよし、いけ。よし、よし。トントントン。で、で、いけいけいけ。いけなさい、いけいけいけ。よし、よしよしよし。一つ声でいく。そして、おーん。よしよしよし。いけ。よしよしよし。さあ、よしよし、いけいけ。よし。よし、いけ。さあ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 、ここ超えていきますよ。1、2、3、オッケー。え、ここどうやっていけばいいんだ。あー、で、ここですよ。おーさあ、ここです。おー、ここ難しいな。で、おー、おお、このトゲきつくじゃない、このトゲが。よし、こうやってこうやって、オッケーオッケーオッケー、こうやっていく、こうやっていく、さあさあさあ、こうやっていけ、こうやっていけ、二人を超えていけ、一人、ああ、一人を超えていけ、さあさあさあ、いけいけ、よし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 、38秒、よしよし。で、これは？よし。こっちでいいの？よし。29秒。よしよし。おいおい。いった？オッケーオッケーオッケー。オッケー、悪くない悪くない。ここ悪くないよ。で、あー、くそ！かぶらないとだよ、ここ！なんとかクリアしなければ。勝つんだ。レイタマさんの顔をさらすために勝たないといけない、私は。よい、ドン、ドンで。超えていきの、ぴょんぴょんぴょんで、ほいほいほい。よしよしよし、来た来た来た、オッケー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 、よし、ポンで、ほい。よし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 、超えろ、よし、ここだ、ここ、こっから大事。よし、ほいほい、で、超えていき、さあ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 、
よしよしよし。あぶね。よしよし。超えてくか、オッケー。よしよしよし、何秒あと。よし。よし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 。あと14秒。もうちょっともうちょっともうちょっと。よしよしよし。超えて、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 超えて。さあ、超えて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 、やばいやばい、時間ない。時間があと8秒。ここ、いけ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 。走れ、走れ、走れ、走れ。どこどこ俺どこ俺どこ俺どこそっちかさあここよよしオッケーオッケーここ越えたよし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 さあここ越えていくのはでかいよドンでドンで入る入るここよし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 トントンでよしこの後この後ふむちょっと待てよし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 これを OK よし何秒あと17よしよしよしいけいけまだわかんないまだわかんないまだ11秒よしよしいけ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 5秒待てどこだよどこだ俺どこ俺どこ俺どこおーどこだよ俺そこかよし、来た！オッケー！よし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 。よし。よし。よし。ここまで最速。よし。よし。よし、オッケーオッケー。よしよしよし。何秒残り 21? よし。よしよし。花ちゃん、潰す。オッケー。よし。よしよし。よしよし。いけいけ。何秒残り 11 秒。11秒いけるでしょ。ここ越えて。待って、わかんないわかんないわかんない。わかんないわかんないわかんない。よし、これいったいったいったオッケーよーっしゃー勝ったぜーはいよーっしゃーやり遂げましたよいやー疲れたーということではいなんとか58秒でクリアいたしましたで、今回、死んだ回数はですねはい38回でございます。はい。どうなんでしょうか。うん。38回死んで39回目でクリアいたしました。ということで、この後結果発表でございます。いや、もうこれ勝った自信しかねえわ。いや、レイタマさんがもう苦しんでる姿がさ、俺もう頭の中で想像できるもん。脳内再生してるもん。もうペガちゃんクリアできないよっても言ってる姿がさ、脳内再生されるから。ということで、結果発表の方に行きましょう。はい。結果発表でございます。はい。はい。余裕かなこれは。これ余裕やな。めっちゃ余裕だったんだけど。めっちゃ余裕。じゃあまず、そうなんだね。レイタマさんから回数の方お願いします。死んだ回数でしょ？うん。はいはい。レイタマの死んだ回数は、3回です。おー。さすがでございますね。さすが。あれ、なんか余裕がある。さすがだな。さすがだな、ま、ちょっと待ってまさか前ないでしょまさかねさすがだなそれではいきます私の死んだ回数は38回です38回死んで、39回目にゴールしました38回はい38回ですマジで、はい、勝負になりませんでしたねあ38回メンタル強いっすねあ
ということで今回は割とまあ勝っちゃいましたけど、罰ゲームの方はあれ、いや 罰ゲームっていうのはまあ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 、まあ、勝負が見えてたもんですからね。まあはい、言うならばハンデマッチですよ、ハンデマッチ。そうそうそう、なるほど。そうそうそう、だから罰ゲームってのはやはりない方がいいんじゃないかな。え、いやいや、それはちょっと違くない、やっぱりあれさ、プロとアマチュアぐらいの差があるからさ、やっぱり俺アマチュアで、レンタマさんプロだから、プロだから、やっぱそうじゃん。もう、そうでしょ、別にアマチュアとかに負けても何もおかしいことだ、おかしいことだ。いやいやいや、うん、ちゃんと罰ゲームをやるっていう手で、やっぱスタートしたから、やっぱり。いや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 。やっぱここはね、ちゃんとやっぱり、踊るなり、歌うなり。なんで踊らないといけないの？やっぱりそこはね、男としてやっぱやってもらわないとやっぱり困るよ。多分見てるみんなもね、多分絶対思ってるから。いや、俺女だから俺。出た、そういうのいいから。もうね、うん、やってもらわないとやっぱり。いや。求められてるから絶対。もう何を求めてるの、視聴者は。まあ、もう、マリカ寝ない枠やったらもう関係よ、絶対。まあ、また寝ない枠やらないといけないの、また。やっぱりね、うん。あれがやっぱ楽しみだからね、うん。やるか。あー、マジか。いや、マリカ。はい、ということで、はい、はい、マリカ8の、なんだ、これはまた、詳細は後日決めますけども、寝ない役の方を後日やりますので、皆さん、イエーイ、やったぜ、何時間かかるかね、8になったら。サトシさんに何回も負けてるからね、俺。やってたんですよ、そうね。サトシさんと一回、なんかね、対抗戦やったけど、ボロ負けしたんで、うん、はい、相当かかると思います。はい、いや、燃えてるよ、視聴者、今、多分。そうっすか、まあ、持ってる皆さんは燃えてると思います。よろしくお願いします。はい。はい。はい、ということで、今回はレイタマさんが、レイタマさんが3回、私が38回ということで、レイタマさんの勝利ということでございます。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。